はい、こんにちは、森氏です。間もなく春ですね。今、まだまだ寒い冬ですけども、徐々に徐々に日も長くなってきたし、暖かい日も出てきたんで、もうちょっとしたら春かなと、花粉も来ましたしね。ということで、今日は春ライドに絶対欠かせないアイテム、そうです。グローブについてお話したいなと思います。春になっととはいえ、三寒四温でね、まだまだ寒い日も続きますので、防寒の要素もありますし、あと万が一ね、転んだ時のための防護という意味にもなります。春のライドのために、ぜひね、1個押さえておいてください。それでは、リンリン はい。今回ね、ご紹介したいなと思っているのは、ジロのグローブです。定番のこの DND というモデル。DND 実はモデルチェンジして DND2 というのが出てるんですけども、この DND2 というモデルと、去年登場したトリックスターというモデルですね。これも非常によく売れてまして、今後春に使えるグローブ、ジロからの定番としては、この2つのモデルがね、中心になってくるかなと思うので、この2つのご紹介をしたいと思います。 はい。まず DND ですね。これ。実は僕も使っております。DND ってすごい良くって、まずデザイン的に、街乗りでもすごい馴染むんですよね。で、機能もしっかりしてるっていうのもありますし、ロードの時も、ちょっと外しで使いたいなと。どちらかというと、もともと羊がマウンテン系よりで作られているので、ちょっと遊びが効いたデザインが多いので、ロードにがっちり向いてるってわけじゃないんですけども、ちょっと外しで使いたいなって時に、これ結構使えたりするので、オンオフ両方使えるという意味で、かなり僕もね、愛用しております。で、この DND ですね。今出てるのが、 まあこの辺りですね。じゃこの色で見ていきましょうか。どういうものになってるかっていうと、もともとは実はこれね、マウンテン用で作られてるんですけども、デザインが黒とかだと全然使えるっていうんで、みんなローゾーとかに使ったりとか、あとはね、街乗りでも非常に便利なんで、街乗りにも使われてるというようなモデルになってます。なので結構オールマイティ型なモデルですかね。で、大きな特徴はこういう風になってます。手のひらが3つのね、パーツに分かれてるんですよね。で、3ピースで作られてて、しかも立体裁断なんで、もともと成形自体がこういう形で作られてるんです。 ですね、握り込むような形というんですかなので非常にこう平面的に作られているグローブと違ってもともとけた瞬間にこういう形になるので握りやすくて操作性も高いとで見ての通りこの辺にもちゃんと切り込みとか入れているのでかなり動きやすいとい操作性が高くなるグローブになってますちゃんとこういうベリドもついていてあとちょっと分かりにくいですけどもこの辺に電動糸ですねが入っているので一応スマホにも対応してますという感じですね裏面はねすごくストレッチをする速乾性の高い生地を使っているというところで春から初夏まで使えますっていうのとあとこちらですね ここにこうマイクロファイバー、タオルジみたいなね、ものがついているので、まあ、汗とかもここで拭えますという感じです。あとはここにベロクロとかもついてないで、ゴムになってて、着脱もしやすいんですけども、ベロクロとかついてないんで、ロングスリーブでここに干渉するとか、例えば普段着でこうニットとかで毛羽立っちゃったとかっていうことがないというようなものになってます。一つ残念なのは、昔はね、こういうような遊んだデザインが結構多かったんですね。ただ今はこういう比較的大人しめ、まあこれはちょっと遊んでますけども、こういう大人しめのデザインが多くなってきていて、本当にこう普段使いする人が多いので、 こちらの方がよく売れるのはそうなんですが、ちょっと遊びデザインが減っちゃったのは残念なところかなと思います。たまにジローの方でシーズン限定でこう出てくるんですね。限定モデルみたいなのが、その辺がまたエロイカのモデルだったりとか、どっかとコラボレーションしたりとかして結構かっこいい。面白いのが出るので、それでちょっと特殊なのが欲しいなって方はその辺を狙ってみるのも悪くないかなと思います。で、サイズ感ですね。僕は結論から言うとこう。sm あったら m の方を付けてます。ちょっと僕の手のサイズをまずね。測ってみたいと思うんですが、まずね。手が濃い測ってます。こちらが生命線の付け根で。こちら 下側がですね、小指の付け根からこの手首のシワまでを3分割した下から3分の1ぐらいのところとこの生命線から3分の1のところこれぐらいで測りますこれが手囲いですねこれで2 4センチですなので僕の手囲いは2 4センチ。で、あとは手帳っていうのかな手の長さ分かりますそれは下のここのシワのところから中指の上のところまで測ってこれで測って18.5。 ですなので手囲いは24でこの手長っていうんですかね手の長さは18.5という手のサイズでつけた場合にどうかですねまず S サイズつけてみますはいこんな感じですねつけた感じはすごいフィットしててジャストフィットかなっていう感触もあるんですけども若干ここが最後までいってない感じがする。ここここはねしっっかり当て,てるんですけどここは若干 いってない気がする。いってるかないってないかなってぐらい。なのですごくシビアにジャストジャストが欲しければこれでもいいかもしれないんですけどもちょっと着脱が若干しにくいかな。細いしギチギチだな。うんって感じですかね。で一方で M サイズですね。つけるとこんな感じです。ここはもうしっかり下まで行ってて、ここら辺がちょっと かかりりまますすねね余ってる感じありますよ、ね、これも少しこうねシワがよるというかなんですけどもそこまでのシビアさを僕は求めないので別にこれでいいかなこっちの方が全然やっぱ着脱もしやすいですしこっちの方がいいかなという感じで M サイズを普段は使ってますもしかしてすごいシビアな人は S サイズギチギチでもいいのかもしんないですけども僕はまあそこまでシビアじゃないので M。 かかなという感じですかねちなみにスマホのタッチの感度ですね僕的には5段階評価で3ぐらいかなと思いますどういったことかっていうと大体まあ僕は Google マップをベースに考えるんですけども Google マップをこう開く時にすんなり開けるかっていう意味では当たりどころが良ければかなりすんなりいきますただ電動芯とか当たりどころが悪いとなんかあれ反応しないってことが結構あるかなっていうのとあとピンチはこの2つしか電動しないのでこの2本指でのピンチはできないですなので親指でやるんですがうまく当たんないとあんま動かないんですよねだからからなりこうグッと押さえつ 電動芯のところがうまくくく当たってくれると動くよと、まあ1本でこうやって動かすぐらいはまあまあスムーズに動かせるのでこれぐらいできれば本当外したくなくてちょっと見たいなって時は使えるかなと思うんですけどもピンチしたりっていうのはちょっとこう工夫が必要文字もゆっくりこうやって打っていく分には打てるんですけどもちょっと使えるレベルではないかなみたいな感じですね打ち間違いとか1文字抜けとかが非常に多いのでちょっと使えるレベルではないかなっていうことで3程度かなっていうレベルでのスクリーンへのタッチ精度です この DND ね、どういう人に受けてるかっていうとですね、さっきも言いましたけど、デザイン的にちょっとこうカジュアルにも使えるデザインで、街乗りの人は結構使いますっていうのと、あと、ロードをもともと乗ってて、グラベルに移行した人とか、ロード乗ってて、街乗りでも結構使いたいっていう人が、ロード系のグローブって薄く作られてて、振動吸収性が弱かったりするんですよね。で、それに比べて、このグローブってもともとマウンテン用なんで、ここの部分がですね、3ミリぐらいあって結構厚いんですよ。こうハンドルに乗せて、ハンドルがあった時、こう乗せますよね。その時の振動が、ここが結構吸収してくれるの で思った以上にすごい楽だったっていう方が多くて例えばロードからグラベルに移行した人だとかマウンテン乗り始めた人とかあと街乗りでちょっとガタ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 してて手が痛いみたいな人にはかなりおすすめというか人気があるモデルになってます。 ここ以外もですね、必要なところにこうジェルパッド、2mm のジェルパッドがちょこちょこ入っていて、部分部分に。まあ、さっきも言いましたけどもともと振動吸収性に特化しているモデルなので、ほんと街乗りとか、かなり楽に乗れることができるというのが特徴になってます。もともと DND から DND2 になりましたって言ったんですけど、何が違うのっていうと、値段がちょっと高くなったっていうのと、見た目的には大きく変わってないですね。ただ、付け心地がかなり良くなっていて、中のね、縫製のゴワゴワ感がすごい減ったんですよ、DND2 になって。前はやっぱり付けたにちょっとこう、硬いイメージがあったんですけど、まあ、 使ってる分には別にね DND2 を使うまでは別に何とも思ってなかったんですけども DND を使ってみると逆にすごい柔らかいなっていう感触になっているのでその点が手の馴染みが良くなったっていうのがポイントあともう一つはリサイクルの素材を使っているのでいわゆる昨今のサステイナブルな感じの素材になっているというのが大きな変更点になりますで基本的にはこちら手洗いかなのでヘルメットなんかと一緒にもう乗り終わったらそのままの格好でシャワー浴びに行ってバーッともう全部一緒に洗うみたいなことが可能になってますのでケアも楽かなというふうなモデルです 次にね、去年出てすごく人気になったってさっき言ったトリックスターというモデルですね。こういうようなモデルですね。こちらにもあります。ちょっとね、こう、柄がね、派手なものがあって遊び感が強いという意味で、おしゃれ度がすごい高いなと思うんですけども、こちらの特徴は、かなり薄手です。全体で0 8ミ、mm、リの薄さなんですね。ちょっと分かりやすくこの辺でいきますか。こういう感じですね。はい。で、付けてみるとこんな感じです。 非常に薄くて手のフィット感がすごい良いですねさっきの DND みたいな3ピースになってないでワンピースなんですねでこっち側もこの切れ込みとか入ってないんですけども生地が薄くてもストレッチ性がすごいあるので全然こうストレスはない感じですすごい操作性が高いモデルになってますでも本当にこの辺もパッドとかも何にもないのであの本当にかなり筋に近い感覚ですかねでこれちょっとストレッチ素材になってて、まあ、付けやすくなっていると まあ、という感じで、本当に DNA と全然コンセプトが違くて、あっちは振動吸収性をすごい大事にしてるんですけども、こっちはもうほぼ振動吸収の機能はなしと。よりこうすでに近いフィーリングで乗ることができるグローブになってます。なんでこうね、マウンテンバイクとかの高度なコントロールを要する方とかは、まずはこっちかなと思っていて、メーカーの方もね、世界ランク9位みたいな人がいらっしゃるんですけども、その人にも聞いたら、これはかなり使ってるって言ってましたね。すごいおすすめですというふうにおっしゃってました。で、これだけ聞くと、あ、俺関係ねえやと思った人いますよね。<laughs> 僕もね、実はそう思ってたんですよ。別に そんななな高度なコントロールとかいらないらしみたいな思ったんですけどもそうじゃなくてもうちょっとこう普通の方にもおすすめなポイントとしていくつかありましてまず一つがね単純におしゃれなんですよねまあさっき近くで見した時もお分かりいただけたと思うんですけども肌にこう吸い付いてる感じっていうのがすごくメカニカルな感じでかっこいいんですよねでかつこうデザインがこういろいろあるということでもちろん黒もありますしまあ黒にちょっとこういうペンキを飛ばしたみたいなデザインのものもありますしあとはこういうねグラデーションパターンとかブルーとかさっきお見せしたカーキとかこの辺のこう色出しとかデザインが 非常にっこのおしゃれ感だけでも買う価値あるんじゃないかっていうのとあとはねちょっとそれにこう対応する靴下とかがあるんですよこれとこれセットでグラベルとかで履いてあげるとめちゃくちゃかっこいいと思うんですよねそんなところまでリンクさせてんのみたいなおしゃれ感っていうかついになる靴下っていうのがモデルによってはありますんでこれとかはないですけどねこれ黄色の靴下とかちょっとジロの中でもおしゃれな靴下と合わせることができるとこれも別に合うもんないんですけど例えばこういう感じでつけてあげたらすごくかっこいいですよねあとは例えばこれも ないんだけど例えばこういうんこう合わせができるというのがこのトリックスターの一つの魅力ですで2つ目がとにかく軽量で薄くってこの指の白くなってるこれ実は肌なんですね穴が開いててもう肌が見えてるんですよここも全部こんだけこうベンチレーションが開いてるグローブってなかなかないんですねやっぱり夏ねロンググローブ日焼けとかあとはその保護とかの意味で付けたい人いると思うんですね特にマウンテンバイクとかグラベルとかガレジなんか絶対必要だと思いますしそういった方々でロンググローブ をししたいととにこのトリックスターだとかなり涼しくねね乗れると思うんですよ、ね、確かにショートフィンガーにはかなわないですけどもただまあ絶対ロングフィンガーをしなきゃいけないっていうシチュエーションがあった場合にはこれはタブランドのロングフィンガーに比べてかなりこう涼しく使うことができるという面での優位性がありますそういった方にはおすすめなんじゃないかなと例えば女性とかね指先だけこう変に日焼けしちゃったら困るんだけどって仕事柄っていう方も女性に限らずですけどいると思うのでそういった方はちょっつこういうのねあの選んでみてもいいかなと思います。 で、サイズの方は、これもね、一緒かな。えっ、ー、と、さっきまで付けたビタビタのモデルが S だったんですけども、今はちょっと僕ね、M をこれ付けてみます。 別に M だとねトリックスターだと B もそんなに余ってない一筋部はちょっと余ってますかね中指もそんな余ってないしこんな感じで別にこの辺の遊びもほとんどないですよね握り込んだ時もこんな感じで別にここにすごいシワが寄るってこともないので全然僕 M でいけちゃうかなという気がします DND でちょっと気になっていたここの浮きみたいなものもあんまりトリックスターだと感じないんですね全然 M でいいかなと逆に S だとかなりギュギュギュって感じだったんでその辺もすごいタイトめが好きって人は S って可能性もありますけど僕は別に M でいいかなみたいなところですかね でも見た目がでもすごいこの素材感を含めてかっこいいのでこれは一つあの本当ロードとかでも黒とかだと使いやすいですよね全然おかしくないデザインなんでこういった感じの方がいいですよという感じです。 はい。という感じでね、春におすすめのロングフィンガーグローブをね、2つご紹介したわけなんですが、ジロといえばというところで、夏になるとこれまた大人気なフィンガーレスグローブがあるんですね。で、そのジャグっていうモデルがあるんですけども、それがニュージャグというのが出たんで、ちょっとこのタイミングでついでに何がニューなのかご紹介だけして終わりにしたいと思います。こちらですね、春から夏に向けておすすめで、ロードバイクの方が本当に買っていかれるモデルですね。ショートフィンガーで、癖のないデザイン。で、ちゃんと中もこんな、ちゃんとパッドが入っててですね、この辺も含めて全部パッド入ってるんで、かなり 吸収してくれて、長時間ライドもねしやすいと。 モデルですね。ここに一応ベルクロが付いているのでこう締めやすいっていうのがありますがさっき言ったベルクロの弱点としてはやっぱこっちの服とかを干渉して毛羽立ったりするっていうことなんですがショートミンガーの時ってなかなかロングスリーブで着ることってないのでこの辺大丈夫でしょうということでのベルクロなんじゃないかなと思います特にねポイントはこれもですね DND と一緒で3ピースで立体成形もともとこういう成形になっているんですねなのでハンドルが握りやすいというのとあとこのエバパッドがね高潮層にかなり厚めにこう入っているので振動吸収をしっかりしてくれるということで長時間ライド かななりり楽になりますあとはねこの手のジロとかのブランドでいいのはジロもサイクルジャージは出してはいるんですけどもそんなにすごく力を入れてるわけじゃないって言ったら言い過ぎなのかなでもうちみたいにやっぱりセレクトチョップでジャージをいっぱい取り扱いしてるとですねジャージブランドのグローブ買ってしまうと別にミックスコーデって僕らは全然 OK だと思うんですけどもちょっと合わなかったりとか気になる方も多いと思うんですよねそういった時にジロってどちらかというとヘルメットとかシューズとかギア系のブランドのイメージが強いので例えばアススにジロとかビザドアにジロベロシオのジロって してもギア系のブランドと合わせんだなっていう印象が起こりやすいのであんまり違和感ないのかなと思うんですね何度も言いますが僕別にベロショーのジャージにアソスのグローブとか逆にアソスのジャージにイザゾワのグローブとかしちゃうんですけどもそういうミックスが嫌だなって人でも比較的あんまりジャージとかはこだわらずに使いやすいっていうのは大きなポイントかなと思いますそういった方気になる方はぜひねこちらも検討に入れていただければなと思いますこの入蛇になったポイントはさっきも言いましたけども大きなね見た目の変更はないんですけども縫製がやっぱ良くなってて柔らかくなってますこれ D これも DNA と一緒でリサイクルの素材に変わりましたという点ですよねその2点が変わったという感じです今すでにジャグ持ってて満足している方は別に継続それ使っていればいいのかなと思うんですけどもちょっと古くなっちゃって買い替えようかなって方はこっちのニュージャグぐらいな感覚でもいいのかなというふうには思いますあとはね今後紹介しておきますけどジロのロード向けってこれだけじゃなくてゼネティックっていうモデルがありましてゼネティックトレイルっていうロングフィンガーとゼネティックショートっていうショートフィンガーが ゼネティックトレイルの方がトレイルって名前がついていてちょっとトレイル向けなのかなと思って敬遠されるお客様多いんですが実はあれねロード向けにも使えるんですねただ海外だとロングフィンガーでロードで使う人ってそんなにいないんですってなんか日焼けをあまり気にしないらしくってなのでまあそういった意味でなんかトレイルって名前がついちゃってるんだけど実は全然ロードで使ってる人多いモデルらしいんですねで日本なんかだと顕著にロードで使ってる方多いのでロードの方はこのジャグあたりとゼネティックトレイルっていうのがロングフィンガーでショートの方はロードって名前に実はなってるんですけどジェネティックロードっていう ルシオとフィンガー、この辺りはロードバイクの方は検討していただいていいかなという感じですねという感じで今日はね春ライドに絶対必須なグローブを2つご紹介しましたいいねと思った方はいいねの方とあとチャンネル登録ね是非よろしくお願いいたしますあとインスタグラムでもこういったものをご紹介してますので興味ある方は是非ねフォローの方よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょう Life is like a riding bicycle はい、ありがとうございました。もう花粉がひどくて、自転車全然乗ってないです。街乗りぐらい。<laughs> でも、来週、再来週、京都にちょっとライド行ってこようかなと思ってるんで、そこで花粉のね、洗礼を受けつつ、いよいよ春、始動かなということで、真剣にね、ちょっと自転車乗ろっかなと思ってます。まあ、ずい人なんかもね、ちょっと去年はすごいやってたんですけど、今年いろいろ忙しくてあんまり乗れてなくて、このタイミングでずい人のミートアップとかもやってみようかなと思ってるんですけどね、Twitter でそれつぶやいたら8人ぐらい,い,いにしてくれてたから、多分8人ぐらいは集まるのかなと思って、期待してるんですけども、ぜひよろしくお願いします。花粉といえば前回 の動画で自分でもびっくりしたんですけどその時めちゃめちゃ花粉症の初期の頃って体調1週間ぐらい悪いんですけどもすっげー体調悪いよ菊池はピーって文句言いながら動画撮ってリリースの動画見たらもう鼻声がひどくてですねもうみんなからコメント欄で「鼻声ひどいね大丈夫か大丈夫か」って突っ込まれて「大丈夫です大丈夫なんですけど花粉がその時めちゃくちゃ辛くって体調は大丈夫なんですけどまあ花粉症のせいですということなんですけど今日は随分まともになってるんじゃないかなと思うんですけどどうですかね鼻声はまだまだあるよねでもね。 花小屋ちょっとまだ残ってますけども随分まともになってきたんでここからねギア上げていきますんで春ね一番楽しい時期だからちょっとみんな頑張って走りたいなと思いますのでよろしくお願いします。